はいどうもお疲れ様でございます。今回はね、クラウドファウンディングでお金を集めたいときに成功の秘訣についてね、まあ、あの、単純なことからお話ししていこうと思います。まずね、3点に絞ってクラウドファンディングの成功の秘訣をお話しすると、1つ目はね、あの、影響力のある、こう、クラウドファンディングの募集ページを作ることが必要ですよね。 まあ、あの、クラウドファンディングをまとめてくださっているポータルサイトもあるんですけども、それとは別に、個別のクラウドファンディングの訴求サイトです。これを丁寧にきれいに作っておく必要があるのかなと思います。魅力的なプロジェクトっていうのは、やっぱり魅力的なね、視覚に訴えかけるようなサイトによって構築されますんで、これはね、動画というよりも、平面の二次元画像を使った方がいいかなと思います。つまり、写真やイラスト入りで、文字をちゃんと並べておくことなんですよね。 まああのこのぐらいしかちょっと今のところは言えませんけども、まあ、大事なことはプロジェクトの目的や内容を分かりやすくするようなサイトにしておくこと魅力的な画像とか、まあ、動画あんまり使用しない方がいいと思うんですけどもね場合によっては動画っていう、まあ、訴求も必要でしょうそれからリターンの内容を明確にすることですよねクラウドファンディングはリターンがないやつもあるんですけどもまあでも大抵の場合はリターンがあった方がうまくいきやすいです それから信頼感を与えるために、まあ更新の頻度ですとかね、SNS の活用っていうのも大事だと思います。そのプロジェクトに自分はどれぐらい動いているのか、どのぐらいの熱量があるのかっていうことは日々更新する必要がありますよね。まあつまり、クラウドファウンディングを立ち上げる人が、もうサイトを作ってね、そのまま放置っていうのは、これはね、信頼が集まらないんですよ。ですんで、そのプロジェクトを最も成功させたいのは自分なんだ。自分が一番動くんだ。 プロジェクトの全体像が100あるとしたら99は私がやってるんだけども1足りないんで皆さんお願いしますこのぐらいのスタンスでなければいけないんですけども失敗する人の多くっていうのは1やりました99は皆さんお願いしますっていう風な他人依存型になってしまうんですよ少なくとも 見せ方だけは自分がほとんどやったんだけども、あと1点足りないんですよっていうふうな訴求がいいんじゃないかなっていうとこですよね。で、2つ目なんですけども、効果的な広報活動ね。まあ今お話したことも広報活動とも言えるんですけども、やっぱりね、プレスリリースを活用すること、これはね、大きく差がつくことだなと。うん、やっぱり目立ちますからね、プレスリリースっていうのは。 まあ、プレスリリースについてはまた別の機会にね、あの、お話しようかと思いますけども、まあ、プレスリリースで検索して、プレスリリースとは何だろうっていうふうにね、興味を持っていただければと思います。え、それから、イベントとかキャンペーンを定期的に打ち出すことによって、ああ、本当にやろうとしてるんだな、本気なんだなっていうふうに見せていくことが大事になってきます。そして、なんと言ってもね、インフルエンサーに協力してもらわなければなりませんので、こういう時にね、普段、 いろいろとね、恩を売っているインフルエンサーさんに持ちかけてみてはいかがでしょうかということでございます。はい。で、3つ目なんですけども、コミュニケーションの丁寧さっていうのもね、すごく大事なんですよ。うん。質問とかコメントには当然ですけども、丁寧に返信しなければなりませんし、質問とかコメントが入るように、自分が表現を打ち出していかないといけないかなっていうところです。やっぱりね、質問とかコメントがないようなクラウドファンディングはお金集まんないですからね。で、プロジェクトの進捗状況も、 定期的に報告していいただければなというとうころですよね例えば目標とする金額が100あるとしたら20集まりました30集まりましたとかね期限までは全然今日が足りてないんで皆さん協力お願いしますみたいな感じでえーなんてんリターンの内容をねちょっと積み増していくとかっていうやつですねそれから支援されてる方への感謝も忘れないことまあ当たり前といえば当たり前なんですよね うん、その他ですねあの適切な目標金額にしなければなりません例えば全体の資金が100必要だとしたら100のうち70は自分で用意しましたけども残りの30を皆さんにお願いしたいんですっていう形で自分の達成度が7あるんですよってことで、ね、あと3なんですみたいな形にするのかそれとも1 0 0まる皆さんお願いしますっていうふうにやっていくのかですよねクラウドファンディングも経験値が必要ですから一番最初に打ち出したクラウドファンディングがいきなり当たることっていうのはね ほんと少ないんですよ。まあ、ですので、そういう意味で言うと苦労されるかもしれませんけども、またね。クラウドファンディングがこれから何回も何回もいろんな形で使っていくことになるだろうなと思う方は、そのまず第一発目だと思って。まあ敢えてね。あの苦労してみてください。っていうことになりますよねえ。<laughs> それからリターンの設定ですよね。詳しくあのく繰り返しになりますけども、どんなリターンがあるかってことを本当これね。クラウドファンディングされている方っていうのは、あの人のためになりたいっていう人もいるんですけどもでも。 クラウドファンディングをやった結果、自分に何のメリットがあるのっていうふうに考えるのは、これ人情ですから。クラウドファンディングの経験値が少ない方は、これをお返ししますってやることで、何とか成立させる。これを最初はね、肝に銘じた方がいいのかなと。で、クラウドファンディングが慣れていくと、何もお返ししないのにクラウドファンディングが上手になるっていうふうなね、まあ、そういったスキルも高まっていきますんで、最初のクラウドファンディングはそうはいきませんということですね。それからリスク対策です。 どんんなリスクがあるのかっててことともききちおお話しておきましまょう例えばプロジェクトがうまくいかなくなっても皆さんから頂い,いた資金はお返しできませんよとかね皆さんからお預かりした資金っていうのはプロジェクトが未達成だった場合その割合に応じてお返ししますけども100入れていただいたお金を100お返しするわけではありませんと。 場合によっては10とか3とか1になる可能性もありますよってことをお話しすることですよねまあ、全体像としてはこんなところかなと思いますはい、またね次回、えー、細かく細かく掘り込んでいこうと思いますのでよろしくお願いします